お、ビリータビリータ、食えた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 、これ OK でしょ OK でしょ、よしよし、あれやべ、巻かれた。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら、サニーブロスからですね、新しく登場するドラッグスティックの 2.8 インチ、オリジナルサイズはね、もう少し大きなサイズなんですけども、クワセの 2.8 インチが出たっていうことで、早速ね、ちょっとね、釣り場で使ってきてみましたよ。まずはこちらをご覧ください。これ、新しく出たドラッグスティックの 2.8 インチ、こういうリブの入ったね、これすごい細かいリブがあるんだけど、これ多分ね、ピクピク使いでいいんじゃないかなと思って、ちょうど今もうだいぶピクピクの釣りなんかがね効くシーズンなので、ちょっと試してます。毛虫とかがね今日いっぱいいたから、こういうのをピクピクピクっていう感じの動きどうかな、やってます。シフというかね、あーいいね、結構ね 2.8 インチって書いてあるけどね、ぶっ飛ぶの、ね、これで表層をピックアクションで、これトップウォーターみたいな感じのね使い方だからね、バイトシーンも見えて結構楽しい感じですね。こっちの多分岩盤際でなんか落ちてくるのいないかななんてね、待機してる魚がいると、そういうのもあって、ピク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 ってね、よっしゃ、沈めたら食った、よっしゃよしゃ、はーい、小さいけどね、今日のパターン、ですね、表層でピクピク追わせて、そんでねちょっと沈めて食わせる戦法大成功ね。ルアーはね、マス針脇掛けのですね、ドラッグスティックの 2.8 インチ、ほんとね、小さなやつなんだけど、こんなねやつでピクピクってやってね、さっきねちょっといいサイズが釣れたけど、こんな感じで追わせて追わせて、ふっとねちょっと入れる、そんな感じで、いい感じで食ってくれております。はい、イエイ。
微妙にちょっとね、頭でっかちでお尻があれだから、なんかうまいことピク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 動く、なんか絶妙な場所っつうのがあるから、それを探ってね、刺し直しとかして、でまた泳がして、なんだろう、ちょうどパワーが拮抗して絶妙にピクピクできる位置があるから、このリブがね、空気はらんで、あとなんかすごい複雑なニョ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 っていう動きをしてくれるから、ね、で 2.8 インチなんだけど、すごい用途部から結構ね、バスと距離取って騙したいなぁなんていう時に使いやすいな。 2.8 インチだったかな、でもすんごい飛ぶんで、ミニバスとかがいたらね、手っ取り早いんだけど、なかなかいないから、こう広範囲に表層が一つの追い詰め場になってるから、この表層を使って、でこのシルエットぼやけたリブの形状で騙し切って、でダメだったらこうね、落として、今度底をね、その表層みたいな感じで使う、上か下か、もしくはこういうブッシュとかがあれば、そのブッシュの立ち木のキワッキワとか、いろんなところが食わせるためのポイントに使えると思うんですけど、一つシンプルに騙しやすいのは表層のこのピクピクして水面を使って食い上げさせちゃう。距離あるな、ダメだな、ダメだな、よし、表層だとね、うわー、見てる、追ってる追ってる、そこにね、いるんだよね。やべえ、こっち来んな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 、こっち来ちゃダメ。いやー、こっち来ちゃった。見つかったかな。ルアーはね、なんかまだ今も気にしていたから、多分ね、バレてないと思うんだけど、くわえてないしね、この表面で立ったか立ったかって波動出してる時だけなんか興味持って近づいてきてくれてたね。今のはあー、見てる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 、ダメか、沈める沈める、一匹見に行った、目の前にいる、今三匹ルアー見てる、だあ、そこになんかいる、ダメだダメだダメだ、入れ直す、食い気あるぞ、これ三匹餌取りに来てる、どうにかしたら食いそう、ダメか、天才だ、はあ、天才だった、
あ、どっか行っちゃった。天才でしたわ。くそ。ちょっと岸際まで使うために1個下がって、まだいるかな。表層でちゃんといい波紋出せてる時だけ興味持って見に来てくれるね。行った。このまま行け。食いそびれた。いや、もう一回いる。いや、食い気あんのいるな。あ、ちょっとこのルアーに変えたら結構、あとピクピクっていう攻め方に変えたら一気に魚が興味示すようになってくれた。ちょっと一回休ませないとダメかな。はあ、楽しかった。いや、あの状況だったらもう食いそうなもんなんだけどね。微妙に針刺す位置を変えて、微妙に波動を変えて、細かいことだけど飽きないように。クールの、なんだろう、移動しながらいいのがいたら食っちゃおうっていう感じのバスだったのかな。2回ぐらい反応していなくなっちゃった、ね、え、ピクピク使い。アニマも追っかけてきたから、ふってこうなんだろう、バスとの距離がこう、わー、近づいてきた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 、ふってこう抜いて追わせるみたいなね。結構このリブがあるから、なんか自発的にふわーって、なんかね、お尻もね、絶妙にグイン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 と動かしながら落ちてってくれるからいい感じ。あれはちょっとチビバス。こうね、表面こうやってピクピクピクってね、あ、見えますが。着いたら沈める。で、ふわーっとね、うわ、見に行った、これはだね。お、見に行った、食えた、これ OK でしょ、よし。あれ、やべ、巻かれた、出た、よし。お、結構いいサイズ、おお、しゃ、よっしゃ、釣れた、よっしゃ。ドラッグスティックのね、2.8インチ、おい、いいバス釣れましたよ。ドラッグスティックのね、2.8 インチって、これね、新しく出るワーム 2.8 インチのね、やつですけど、いやー、引いたねー。やっ
た。これをねピクピクで使ったり見に来たら沈めたりね、ノーシンカーの脇掛けで使ってるんですけども、わあ騙されちゃったね、イエーイね、うーやったね。はい、じゃあね逃がしてあげます。4時ぐらいあるかな、ありがとう。はい、というわけで帰ってきましたが、動画の中でもやっておりましたが、まあどんなワームかというと、こんなワームね。こうね、細かいリブがね、たくさん入っていて、で、お尻の方はね、こういう感じのボリューム感、ね、こんな感じのワームなんですけども、このリブを使ってですね、ここにこう空気をはらませて表層で使いやすいんじゃないかなと思って、今回はねあのピクピクね、それで使ってみましたね、このピクピク使いで表層でね、まあちょっとねあの毛虫を何匹かね見かけたんで、で表層でバスもねなんか捕食してるなっていう感触があったんで、これをですねまあ表層の虫っていう感じでね、で実際にこれあのフローティングではないので針をつけるとですね、止めるとこうスーって沈んでいくんですよね、お尻をプリ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 ってしながら、でそんな感じで、表層で誘うところと、はたまたですね、まあ、ちょっと追ってきたらちょっと沈めて食わせるっていうね、こんな感じで使ってみたところ、この日ね一番大きなサイズのバスかな、40近くあったと思うんですけど、そんなバスも反応してくれてですね、まあ、何よりもね、魚がね、まあ、かけたのは数匹なんですけども、すごいこれをね表層でピクピクしてるとね、見に来るんですよね、追ってくる、ね、で結構ね、それでも見切るやつはね、見切ったりするんですが、比較的スポッとね口の中に吸い込まれてくれたっていうことで、本来は今の時期なんでスプリットショットリグの具にしたり、ライトキャロの具にしたりとかね、はたまたスモーラバのトレーラーにしたりとか、そんな感じで想定していたんですけども、ああそっか、こういう表層のピクピク使いなんかもね結構効くんだな、あとはもう結構これは食わないかなっていうバスがね沈めておいておいたら、モグ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 ってねすごい勢いでね食いにかかってくれたんで、これはねちょっとがぜん、タイミングタイミングで、ね、困った時にね、入れてみようかななんていう風に、感じました。まあねこういうリングワームというかね、こうヒダヒダがいっぱいついているワームってね、ほんと独特な、ね、魚を騙す能力っていうのかな、抜群だと思いますので、で食わせの 2.8 インチが出たっていうことでね、店頭に並んでいたらこんなパッケージで置いてあるかと思いますので、一袋ね、ボックスに入れておくと お助けワームになるんではないかな、ね、自分の方でもね引き続き、まあ、今回ねノーシンカー脇差しで釣ってみたんですけども、その他にねいくつかやってみたいリグがあるんで、引き続き追いかけていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、サニーブロスからですね、これ新しいサイズなんですよね、ドラッグスティックの 2.8 インチ、これを使ってみたところ、バスがね反応してくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。